黒駅長です。今日はね、珍しい自販機のご紹介ですよ。横浜市南区のね、京急南太田駅近くにできた、なんとマグロ餃子自販機のご紹介です。これはね、富士スーパー南太田店のね、道路を隔ててちょうど向かい側に設置されているもので、社長のマグロ餃子というものです。変わってんでしょ。でね、あくまで売りが社長のマグロ餃子ということです。で、他にもね、肉餃子、ニンニク餃子、エビ餃子などよく目にする餃子も売ってますよ。で、どれもね、1パック1000円で、エビ餃子の15個以外はね、すべて20個入りになっています。でね、神奈川県三浦のね、三崎マグロを使っているということなので、味の方はね、確かです。で、ぜひ機会があったらお買い求めください。袋駅長星3つですよ。調理方法はだいたい普通の餃子と同じですね。中火で 2,3 分、強火で 3,4 分蒸して、あと水気を飛ばすっていう感じですね。いい感じに焦げ目がつきましたね。ここでね、3分の1くらいお水をね、餃子が浸るような感じで
入れます。で蒸して3、4分強火でいきます。はい、水気が飛びました。いい感じで、きつね色の焦げ目がつきましたね。今日はうまくいってるって感じ。いつもね、下手なんですよ。味の素の餃子とかね、いつも失敗してますからね。さて、盛り付けました。こんな感じですね。今日は、ビールのおつまみでいきます。でね、私今回初めてマグロ餃子なるものを食べてみましたが、肉餃子よりもね、食感は滑らかな感じでね、食べた感じ口の中にあのマグロの風味が広がってね、ご飯にもまたビールのつまみにも持ってこいですよ。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で、バイ。